はい、こんにちは。今日は YouTube のコメント欄のご質問にお答えいたします。ご質問は、アカデミー賞受賞式でウィル・スミスが司会に平手打ちしたことについてコメントくださいっていうことなんですけれど、まあそうですね、皆さんご存知だと思うんだけど、ウィル・スミスがアカデミー賞の受賞式で、まあ、司会のクリス・ロックっていう人、まあ、コメディアンの方なんだけど、まあ、その人に対して、まあ、突然平手打ちをしたんですよね。まあ、そのことに関しては僕はやっぱりウィル・スミスはアウトですね。やっぱりね、暴力はいけないですね。で、まあ、知らない人のためにね、簡単に説明しますと、アカデミー賞受賞式でそのウィル・スミスの妻の方がですね、丸刈りにしてるんですよね。で、なんで丸刈りにしてるかっていうと、まあ脱毛症に苦しんでいて、まあ、ところどころですね、毛が生えなくなっちゃうんですね。で、突然毛がいっぱい抜けたりとかするので、で、まあ、丸刈りにしてるんです。で、丸刈りにして、で、自分はもう脱毛症で、悩んでて丸刈りにしたってことを公表してるんですね。それで、まあ、夫婦で受賞式に参加してたわけなんですけれど、まあ、それを司会のクリス・ロックっていう方、まあ、コメディアンの方なので、まあ、ちょっとジョーク混じりのつもりで言ったと思うんですけれど、まあ、ちょっとその妻のね、坊主頭を茶化したような感じで、まあ、G.I. ジェーンの続編が楽しみだみたいなことを言ったんですよね。まあ、G.I. ジェーンってその主人公女性なんだけれど、まあ、丸刈りにしてるんで、まあ、それをちょっとね、茶化したような言い方をして、でその時は一応本人ジョークのつもりで言ったので、まあ、会場はそこそこ笑ってたんですよ、お客さんは。ただ大爆笑じゃなくて、あ、これちょっとまずいよねっていう雰囲気もあって、まあ、半分ぐらい笑ってたって感じですかね。会場全員が笑ってたんじゃなくて、やっぱりこれはちょっとジョークとしては良くないよねっていう雰囲気も流れてて、でそのジョークの時にウィル・スミスは最初笑ってたんだけれど、まあ妻がちょっと嫌な顔してたので、それを見て、ですぐにですね、歩いて行って、突然司会に対して平手打ちをパーンってかましたっていうことなんですよね。でこれに関してはもうアメリカでも日本でも賛否両論なんですよね。まあ、僕はやっぱりいかなるね、理由があれ、まあ、先に手を出す暴力行為をするっていうのは僕はアウトだと思いますね。だけど中には、まあ、家族を侮辱されたわけです。なのでその妻が脱毛症っていう病気で苦しんでいて、それを公表して坊主頭にしてるのに、まあ、それをジョークにするっていうのはもう完全な侮辱なので、怒ってその旦那さんがね、平手打ちするのも気持ちわかるっていう意見もあるんですよ。これアメリカでも日本でも意見割れてるんですけれど、いやでもね、やっぱりね、暴力はダメだと僕は思いますね。で確かに司会の人も悪いんですよ。司会の人はこれは言葉の暴力だと思います。相手が病気で苦しんでいるのをその容姿を茶化してジョークにするっていうのは、今回はこれはもうジョークじゃなくて、僕は言葉の暴力だと思うし、目の前に本人がいて、その本人も嫌な顔してるわけなので、これはもう司会のこの発言は完全にアウトで、言葉の暴力なので、まあ、基本司会の方も悪いんだけど、でもウィル・スミスとどっちが悪いかっていうと、これはやっぱりもう暴力を振るった方がもう悪くなってしまいます。でこれを許してしまうと、暴力を許すっていうことになるので、これを許すっていうことは絶対できないとね、僕思うんですよ。確かにすごく気持ちわかりますよ。自分の家族、愛する家族の容姿を侮辱された、しかもその病気で苦しんでて丸刈りにしてるのに、それを侮辱されたわけなので、まあ旦那さんがね、怒って平手打ちするっていうその気持ちはわかるんですけれど、やっぱりね、暴力はダメだと僕は思いますね。でこの司会のね、クリス・ロック、まあこれ本人ジョークのつもりだったんだけれど、でもまあ言葉の暴力になっちゃうわけですよね。で平手打ちっていうのは明らかな暴力でアウトなんだけど、この言葉の暴力ってなんかグレーゾーンっぽいんですよね。まあ、僕の中ではアウトなんですけれど、まあちょっと世の中的にはグレーゾーンになっちゃうんですよ。まあアウトなんですけれどね。
ていうのはこれジョークなのか言葉の暴力なのかってこう線引きが難しいわけですよね。だって、まあ、基本的に人の容姿をディスるっていうのは良くないんですけど、まあ、僕もねちょっと仕事柄その美容整形の仕事してるんで、まあ、その患者さんとねカウンセリングした時する時とか、あとその YouTube でね整形の話する時なんかはこの人の顔はここが悪くてここを直すっていう感じで、まあ、人の容姿の悪いところを指摘したりっていうのはやっちゃってるんで、あんまり僕人のこと言えない立場だとは思うんですけれど、うん、であとそのお笑い芸人の方とかでもこれアメリカでも日本でも自分の容姿のちょっと悪いところを自虐ネタにして笑い取るっていう人ってよくいるじゃないですか、まあ、大部分が男性なんですけど女性でもたまにいらっしゃるんですよね。例えば日本だとなんですかアインシュタインの人でさ、顎とかいろんな顔をねその見た目をなんか自虐ネタにして笑い取ったりとか、あとブラマヨの小杉さんのこの頭が頭頂部が薄くなってるってハゲネタでね笑い取ったりっていうのあるので、自分の容姿の悪いところを自虐ネタで笑い取るっていうのはあるんですよね。でそれはそれでね別に悪くないと思うんですよ。で大部分がねそういうネタにするのって男性なんだけど、でも女性の方でもやっぱりたまにはいらっしゃるんですよね。お笑い芸人の方ですごく太ってて、その太ってるのをネタにして笑いを取る女性の方もいるんですよね。で本人がネタにしている場合はまあそれをまたね他の人がネタにして笑い取るっていうのも、まあ、場合によってはありだと思うんですよ、うん、本人その笑いを取れたその芸人さんがよしって思うんだったらそれはそれでありなんですけど、まあ、その場合も線引き難しいところなんですけれど、センスもあるし、なので容姿をネタにして笑いを取るっていうのも全部が全部アウトだとは思わないんですけど、まあ、今回は別にあのウィル・スミスのね妻の方もそのお笑い芸人でそのネタにして笑いを取ろうとしたわけじゃなくて本当は苦しんでるわけなので、それを笑いのネタにするのはやっぱり完全にアウトだと思うので、まあ、今回のは言葉の暴力だと思います、はい、で言葉の暴力と実際の暴力どっちが悪いかっていうと僕はどっちも悪いと思うんだけど、やっぱり法律上は実際の暴力の方が罪が重くなるんですよね大抵。でも言葉の暴力も実際に殴る暴力と同じぐらいのねダメージを相手に与えるっていうこともあるので、まあ、どっちが悪いのかって比較もできないんだけど、まあ、法律上は大抵実際に暴力する方がですね重くなるっていうことが多いわけですよね。かといって言葉の暴力いいですよってね言ってるわけじゃないので、あとは今回まずかったのはロシアのねウクライナ侵攻があったあるっていうこの今の時期で、で他の出演者さんたちはね結構この話をしてたんですよ。やっぱり一方的に侵攻するの良くない、暴力は良くないっていうことを話してて、その中で実際にそのウィル・スミスが暴力をしてしまったわけですよね。なので暴力は良くない、侵攻は良くないっていうスピーチをした人の立場ももう台無しにしてしまったわけなので、まあ、余計良くないわけですね、まあ、別にロシアの侵攻なくても暴力は良くないんですけどね、はい、っていうことなんですよね、うん、でやっぱり一部家族を侮辱されたから、愛する人を侮辱されたんだから殴ってもいいんだっていうね意見の人もいるんだけれど、一昔はね結構そういう意見あったんですけれど、一昔前も今もねやっぱり基本的にどっかで線引きしないといけないので、まあ、僕の立場としてはもうこれはアウトだっていうしかないですよね。だって家族を侮辱された場合だったら侮辱したやつを殴っていいとか平手打ちしていいっていうふうにするとですね、やっぱり暴力を容認することになってしまうんですよね。ってなると、じゃあお前の母ちゃんデーベソって言われたらそいつをボコボコに殴って血だるまにしてね顔面骨折させてね腕も足も折ってもいいのかっていう話になっちゃうじゃないですか。でもそれはダメで平手打ちぐらいだったらいいですよとかね、まあ、そこの線引きなんてできないので、もう基本的に暴力は一括してアウトっていう風にした方がいいと思います。暴力はもう絶対ダメって、もちろん言葉の暴力もダメだとは思うんですけど、暴力はもう絶対ダメっていう風にすべきだと思います。
はい、というのが僕の意見です。ご視聴ありがとうございました。